二段リンク式二段リンク式走り装置は、鉄道車両において、主に二軸車に用いられる、走り装置の一つである。板ネを喧嘩装置の一部に用いて、車軸、軸箱を指示するが、その板ネの両側を二段になったリンクで指示するので、この名がある。周式や一段リンク式の走り装置を用いたに、軸車は、高速になるとヘビ行動を発生するため、 速度向上が阻まれてきた。これに対し、ヘビ行動現象の解析により、新たに提案されたのが、二段リンク式の走り装置である。二つの輪からなる上羽熱理が、中間羽熱理座を介して一つの輪の下羽熱理を挟む構造となっている。これによって、前後方向に強く、左右方向に柔らかい支持剛性を持たせる。 ダコ動は左右方向に柔らかい支持合成であるほど低速で発生する。また速度が上がるにつれ一度安定し、さらに速度が上がると再度発生する。従来の走り装置では最初のヘビ行動領域に入る前の速度で運転していたが、二段リンク式は最初のヘビ行動領域の速度を下げることで、より高い速度域を通常の運転速度に用いて安定させたものである。 日本では、この装置の導入により、二次区車の最高運転速度向上が図られ、従来の時速 65km が時速 75km となった。また、1968年10月1日ダイヤ改正では、二次区車の走り装置を原則として二段リンク式に統一することで、貨物列車の運転速度の全体的底上げが図られた。百四十八年に、 ドイツで速度向上のため二段リンク式が採用された。一方、日本では1965年から独自に改良された二段リンク式が貨車に採用され、1968年から走行速度が時速 75km に引き上げられた。ありがとうございます。